押松先生が思う理想の告白シチュエーションを作り上げて、いいんですか。はい、こちらはね、実際に、はい、先生さん相手役、そして3名は実際にやっていただきます。やだいいんですか。え、告白してもらえるんですか。やりたくない。ルイちゃん、はい、こっちよ。はい、よー、どうしたの。ルイちゃん、うん、いつもよ、頑張ってて偉いね。え、ありがとう。いやスイちゃんがアイドルをもうすぐ卒業する。卒業するんだ、うん、卒業するんだね。うん、卒業するよね。そうだね。いやスイちゃん、こらえろこらえろ。スイちゃんはお仕事で頑張って輝いて、いや応援できててすごい良かったんだけど、うん、こういう機会にずっと待ってて、うん、やっと言いたいなって思ってることがあるんだ。あ、何？ついちゃんのこと、うん、これからは、うん、ビジネスじゃなくて、え？パートナーとして支えさせてほしいな。ごめんなさい。ごめんなさい。